皆さんこんにちは。よろしくお願いします。なぜ巡り会うのかを、私たちは何も知らない。いつ巡り会うのかを、私たちはいつも知らない。どこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、二つの物語。縦の糸はあなた、横の糸は私。死ぬのはいつか誰かを、温めるかもしれない。なぜ生きてゆくのかを、迷った日の後のささくれ。夢を追いかけ走って、転んだ日の後のささくれ。こんな糸が何になるの、心もとなくて震えてた風の中。縦の糸はあなた、横の糸は私。織りすねのはいつか誰かの傷をかばうかも知れない。縦の糸はあなた、横の糸は私。会うべき人に出会えることを、人は幸せと呼びます。ありがとうございます。改めまして、もう一度皆さんこんにちは。今日は寿大学にお招きをいただきまして本当にありがとうございます。3年ぶりですね。本当にお久しぶりでございますが、実は本当は先月12月に、23日でしたかに予定をしておりましたが、大変なことが起こりまして、僕はコロナに感染いたしましてね。12月の僕は実を言いますと年を言いますとね、僕は12月5日誕生日で、12月5日で59になりましてね、今年還暦を迎えるんですけれどもね、ありがとうございます。僕は拍手をいただくところだったから、12月5日には59になりましてね、59になったばかりの、13日にですね、熱が出ましてですね、僕は舐めてましたね、コロナをね。もうなんか風邪みたいなもんだよとか、なんかそういう雰囲気があったじゃないですか。だからね、ちょっと舐めてましたらね、くどく、もうね、大変でした。
で寝込みまして、2日後に家内が移りまして、その後もう年末近くまでですね、もう気がついたらクリスマスでしたけれども、夫婦2人でうんうんうなっておりましたですが、まあ、結局なんだかんだで年が明けまして、本当にあの事務局の皆さんにも皆あのご迷惑をおかけして、急遽予定を変えていただきまして、まあ、今日の日を迎えることができました。本当にありがとうございます。しかもですね、3年前まではですね、ひときのぬくもりの里でね、あそこのホールで、ずっとやっておりましたが、今日こちらの、ホールを初めてで、もう今日も朝、僕10時半から来てるんですよ。もうドキドキしてね、もう早く来て、あのちょっと慣れとかないといけないなと思いまして、あの本当にこんな立派なホールでやらせていただくのは嬉しいなと思っておるんですけど、たまたまあの昨日ですね、僕はあの親しくさせていただいております日本舞踊の、藤間金泉先生という方、まあ、2代目 の、 あの金泉先生ですけど、あの、まあ、ちょっとお電話しましてね、こう話をしておりまして、で実はあの明日あの旧新生町 の、 あの文化ホールでね、あの演奏会があるんですよって話をしましたらね、先生がね、お、あら、あそこはうちのおばあちゃんがデザインをしたのよみたいなことをおっしゃいましてね、藤間金泉先生のおばあちゃんは、ジョルリー作家の住房子さん、なんですね。でどうもいろいろ話を聞くと、ここを作られた、また新生町の頃にね、なんか長い名前ですね、農村文化伝承交流施設幕和文楽の里新生町文化ホールっていう名前、で、まあ、オープンをした時に、まあ、ここのホールのデザインに関わっていらっしゃったそうでね、そんなような、あ、そんなご縁のあるところでやらせていただけるんやななんてことを思いまして、今日は参りました。今1曲目にオープニングをお聴きいただきましたのは、皆さんご存知、中島みゆきさんの糸ですね。もうあの今日ね、事前にあの、学長さんから の、 あのプリントをいただきまして、さっきの替え歌が書いてあったその小さい紙裏にね、この中島武一さんの話はこう連載で載っておりましたので、別にあの僕それ知らなかったんですよ。今日ここへ来て知りましてね、あ、もうこの中島武一さんの話がこうやってあのもう皆さんにね、地元でね、あのきちんと紹介をされてらっしゃるんだなと思いまして、あのちょうどあの303のね、早の西の交差点でしたか、あそこにあの武一さんのね、銅像が、僕もあのこうした活動の中で、いろんなところで出演をさせていただいたときに、中島みゆきさんのルーツは岐阜なんですよ、しかも本巣なんですよ、糸抜きなんですよなんてこともね、話をして方々でね紹介をしてきまして、今日はせっかくあのこの新しいというか僕にとっては初めてのホールでやらせていただくこともあって、1曲目はこの中島みゆきさんの歌を歌いたいなと思いまして歌わせていただきました。さて今日は先ほど、学長さんからもご紹介がありました、この地域に伝わるお話を皆さんにご紹介をしたいと思っております。僕はですね、あのずっと活動のテーマにしておりますのが、まあ、こういったものなんですけど、我が町を知って我が町を好きになる、自分が生まれた町、住んでいる町、働いている町、その町の歴史や文化を知って、へーって思って、へーって思うと、またそれを誰かに話したくなるでしょう。ね、そうすると、また聞いた方がね、そうかね、私知らなんだわと言って、また誰かに話す。そうやって地域の歴史や文化が、口づてでこう広がっていく。まあ、この町に住む自分たちができることっていうのはそういうことなんじゃないかなと思いまして、このテーマを、まあ、活動のテーマにしまして歌わせていただいております。我が町を知って我が町を好きになる、今日これからのお話をお聞きいただきまして、へえと思われた方はぜひ明日の朝のモーニングでお友達にお話をいただきたいなと、ね、いただくわけでございます。
さて今日のお話の、まあ、ここに垂れ幕にね、先ほどの呼び方も学長さんがちゃんと解説をしてくださいました。功労者物語、カム・オーネ王とオーウスの御子、まあ、お手元にちょっとペラ物のチラシも作らせていただきましたので、またこれ細かい字ですのでね、また細かいところはお帰りになってからゆっくりお読みいただければいいと思いますが、登場人物がやっぱりこれ4世紀ぐらいの、まあ、どちらかというともうなんか神話と現実の境目ぐらいの時代ですのでね、難しいお名前が多いです。ですので、なかなかこう理解しにくい部分もあるかなと思いまして、こういったものを作らせていただいたわけですが、今日皆さんにお伝えしたいのはこれ、古代美濃国の中心地は本須市だった。あら、へえですよ、ここね、へえなんです。そうね。で、今日のこのお話の功労者ご存知の方どれくらいいらっしゃるの？ちょっと意識のあたりの方はご存知だよな。ありがとうございます。これは美濃部にあるですね、こういったお社でございます。まあ本当に可愛らしい小さなお社。垂水鉄道の糸抜駅から西へ入りまして、糸抜郵便局がございます。糸抜郵便局の一本手前の細い路地を北へ入ったところにこの功労者ございます。で、この功労者に祀られていらっしゃいます神様が今日の主人公、カム・オーネ王、神大根王ではございませんよ、カム・オーネ王という方でございます。読み方もこう書きました。で、カム・オーネ王という方はですね、初代の本須国祖、国づくりの宮津公といいまして、いわゆる本須の国を治めていた方でございますね。その初代の方がカム・オーネ王という方でございます。で、この功労者がありました、ここ功労者があります。ここはですね、このカム・オーネ王のいわゆる美濃国の役所があったところと言われておりまして、いわゆる美濃の府があった、美濃の府があったということで美濃部、これがなまって美濃部になったというふうに、これは一説でございますけどもね、あくまで。ただ、教育委員会が建てている功労者の看板にも書いてございますので、まあ、いいんじゃないかなと思いましてご紹介をさせていただきましたが、あともう一つね、これは糸抜町地名の由来っていう本を僕持ってるんですけど、この中にですね、この戦前の石木小学校の校歌の歌詞がありまして、開花の御用に置かれたる国蔵の宮方のありし昔の忍ばるる美濃部の里の懐かしやというのが旧糸抜小学校の校歌だそうでございます。で、この中でも開花の御用にと言いますのは、お手元の資料の一番左上のところに開花天皇って書いてありますね。この大臼の御子のずっとひいおじいさん、またそのおじいさんぐらいですかね、この開花天皇、この開花の御用にのこの開花はその開花天皇のことだと思いますが、まあ国蔵の宮方、今の功労者のことだと思います。関武大根王の お屋敷があったというようなところがですね、一色小学校の校歌に歌われているようでございますが、どんなメロディーだったかがよくわかりません。もしご存知の方がいらっしゃればこの歌教えてください。レパートリーに加えたいと思います。さあ、そしてカム・オーネ王と、共にですね、今回のお話に出てまいりますもう一人の主人公、オーウスの御子。このオーウスの御子という方はですね、皆さん、まあこの方はご存知でしょう。ヤマトタケルという方、ヤマトタケルというお名前は皆さんよくご存知だと思いますが、このヤマトタケルのお兄さんにあたるのがオーウスの御子でございます。で、このオーウスの御子とカム・オーネ王、このお二人が今日のお話の主な主人公なんですが、オーウスの御子はヤマトの国の王子、
景行天皇という、まあ、このお話では大君と言われますが、大君の長男ということですので、大和の国の王子でございます。加茂大根王は美濃の国を治めている王でございます。で、このお話がですね、この大和と美濃を行ったり来たりいたしますのでね、そういうのもちょっとこう想像をしながら、聞いていただきたいなと思います。お話の中には今申しました大きいという方、それから大須の御子の弟大和武、加茂大根王のお父様で彦今須王という方が、お名前だけ登場いたします。そして加茂大根王の娘であります愛媛と乙姫、このお二人も名前だけ登場いたします。大変なんかこう複雑なお話のようですけれども、実はセリフがあるのはこの3人だけでございますのでね、まあ目をつぶっても結構ですので、この大和の国と、この美濃の国をこう行き来するこの物語をですね、いろいろと想像力を働かせてお聞きいただければ幸いでございます。では功能者物語をお聞きいただきたいと思います。お話はまずこの大和の都、この都の宮殿から始まります。ある時大君の息子大臼の御子は宮殿の廊下で双子の弟大和たけるに声をかけました。父上のご命令で美濃の国へ行くことになってしまった。何でも美濃を治めている加茂大根王の娘が大層美しい姉妹だそうだ。父上はその姉妹を妃にしたいとおっしゃっておられる。それで兄上はその加茂大根王に会いに行かれるのですか？ああ、そうなのだ。加茂大根王は美濃の国を開拓し、地産地水に努めた偉大な王と聞く。ええ。私たちとも遠く血がつながっていますよね。確か、ひいおじい様のご兄弟の彦今須という方の息子が、加茂大根王で、そうだ、我らのおばあ様のその方おじい様が彦今須で、ああそんなことはもうどうでもいい。とにかく加茂大根王が恐ろしいお方なのではないかと、それが心配なのだ。兄上は相変わらず気が弱いですね。こちらは大君の使いで赴くのですぞ。いざとなればその腰の剣で、おいおい、私はお前のように争いのとは好まんのだ。お前は力も強く、かつては熊祖も討伐し、大和たけるという誇り高いその名前を得た。まったく羨ましいことだが、私にはそんな力はない。何事も穏便にことを運びたいのだ。まあ兄上、くれぐれもお気をつけて、その美しい姫たちも
恐ろしい魔物かもしれませんからな。
さよ、我が父彦いますが、あなたの父に今の大君の相続にあたる方、美濃の開拓を任されて、私の父と共に治山治水に励んできました。私の上の兄は谷間の国を治め、もう一人の兄は近江の国を治め、私は父の遺志を継ぎ、この美濃の都に負けない素晴らしい国にしたい。緑豊かな山々、清らかな川の流れ、その恵みを生かし、国の民たちをもっともっと幸せにしたい、もっともっと幸せにしたい。大須の巫女さん、この館の近くを流れる川は、いつぬきの川と申します。豊かな流れと、田鶴川の景色は、それはそれは、美しいものですよ。明日、娘たちと共にご案内いたしましょう。ありがとうございます。大臼の巫女は、二人の姫を見て微笑み、うなずきました。
王君は私の娘たちを妃にしたいと申されているようだが、あなたは愛媛乙姫のことをどう思っているのですか。突然そう言われて、大臼の巫女はうろたえました。昨日からのあなたの様子を見ていて、随分娘たちを気に入ってくれたように感じましてな。正直な気持ちを言えば、おお君ももう良いお年だ。私としては若く未来のあるあなたに娘をお預けしたい思うのだが。かのおねおはそう言って大臼の巫女に微笑みました。大臼の巫女はとても驚きました。かのおねおの提案を受け入れることにして、かのおねおの親戚関係にある別の女性を都へ連れて帰ることにしました。兄上、美濃は大層豊かな国だったようですね。弟の大和たけるが大臼の巫女に声をかけました。兄上が連れ帰った二人の姫、美しい姉妹ですが、あれは偽物ではありませんか。偽物ではありませんか。父上は疑っていらっしゃるようですよ。大和たけるはにやりと笑って大臼の巫女を見ました。そうそう、兄上、父上から蝦夷の征伐は誰がよいか聞かれ、兄上と申しておきました。私は西の国から帰ったばかりで疲れていますから。まあ兄上、よろしく頼みますよ。その話を聞いた大臼の巫女は、私は戦などへは行きたくない、殺し合いはもうたくさんだと館にこもって大君の前に姿を現さなくなってしまいました。いくら待っても大臼の巫女は出てきません。ついに大君はひどくお怒りになり、大臼の巫女を美濃の国へと追放してしまいました。カムオネオ様、カムオネオ様。
私はあなたの後を継ぎ、この御野で国のために一緒に働きたい。2016年に、森増総統という
江戸時代の百姓一揆の話をやらせていただきまして、その首謀者の方がですね、有里にお墓があるというお話をさせていただきまして、それから、まあ、6年ほどが経って、この糸抜きの2作目を皆さんにお届けすることができました。本当にありがとうございます。まあ、今回はまあ、いろいろと自分で、まあ、調べて、お話も、一から作りまして、まあ、曲も作ったりして、いろいろと、まあ大変は大変だったんですけど、とてもやりがいのある、作品でしたし、まあ、今日無事こうやって、まあ、細かいところを言い出すときりがないですけども、まあ、なんとか、最後まで、やれたのは良かったなと思っております。先ほどの、続きをちょっとお話しいたしましょうか。これ二度目の行動者でございますね。まあ、今日のこのお話を、お聞きになって、ご興味をお持ちいただきましたら、ぜひね、糸抜き駅のちょっと西にございますのでね、行動者、行っていただきたいと思います。今日僕はこれ終わりましたらね、ちょっと行動者へ、まあ、無事、やらせていただきましたので、かの大根王さんに、お参りをさせていただこうかなと思っております。さあ、お話の中に出てまいりました、カム・オーネオの2人の娘、漢字で書きますと愛媛、乙姫、兄姫、弟姫と書いて愛媛、乙姫でございます。で、一番最後のところでこのやがてこの愛媛、乙姫それぞれに子供が生まれとありますが、この生まれた子供はですね、この押黒の愛彦の巫女、そして押黒の乙彦の巫女、ですから愛媛の子供が愛彦の巫女、乙姫の息子が乙彦の巫女、まあ、分かりやすいといえば分かりやすいですけどね。まあ、こういったお子さんが生まれました。でこの子たちがですね、の子孫がですね、やがてこのお兄さんの方は美濃の宗諏訪家という豪族の祖になっていき、こちらの乙彦さんの方は無月の君の祖となっていくということですね。この無月の君、と聞いてピンと来られた方は歴史よくご存知の方だと思いますけれども、時代が随分下りまして、人心の乱、人心の乱の時にですね、大天の王子という方が、この頃は大津に都がございまして、天智天皇が、まあ、崩御されて、息子の大友の巫女という方とですね、この弟の天智さんの弟の大天の巫女、まあ、このあと天武天皇になる方ですが、まあ、戦をするわけです。古代日本の最大の内乱と言われております、この人心の乱、この人心の乱の時に、この大天の巫女をですね、助けたのがこの美濃の豪族たちだったわけですね。有名な方ですと鏡原のですね、村国神社という神社が鵜沼の方にございますが、ここの御祭神村国のおよりという方もこの大天の巫女を助けた一人でございますが、この村国のおよりとともに大天の巫女を支えた一人が無月の君、という方でございます。今のですね、麦郡の地名の由来になった方と言われています。無月が麦になったということでね、いう方でございます。でその方の祖がこの押黒の乙彦の巫女であり、乙姫であり、そして官府大根であるということですね。ですからずっとそうやってこの功能者の御祭神カムオネオさんが、ずっと子孫までこうつながっていくわけでございます。そしてこの乙彦さん、押黒の乙彦さんの方はですね、こちらに祀られております。これはその功能者からさらに、西へ少し行ったどんつきに北の神社というのがあります。糸抜き郵便局のすぐ道路挟んだ向かいですが、この北野神社さんの拙者、
にですね、音福神社というこういうお社がございまして、この音福神社に祀られていますのが牛黒の音彦の御子ですから、音姫さんの息子さんが祀られているということで、奉納者の近くにこの神武大根王からすればお孫さんが祀られているということでございます。そしてこちら、これは新生町、旧新生町このお近くですね、宗家大塚古墳という大きな前方後円墳がございます。ここもですね、この教育委員会の看板によりますと、この神武大根王の、子孫の墓ではないかと言われている、古墳でございます。大きな、結構大きなね、随分もう形が崩れてしまって、もう古墳の形もほとんどこの後円部がちょっと残っているぐらい、だったかと思いますけども、あと公園になっておりますね。この宗家大塚古墳、というのが、この神武大根王さんの、ゆかりの場所となっているようでございます。さあ、そしてもう一人の主役であります大牛の御子さんはその後どうなったか。まあもちろん神武大根王さんの後を継いでこの美濃の開拓に勤められましてね、この愛媛、乙姫、そして子供たちと共に、幸せに暮らしていたんだと思います。奥さん2人ももらっていいですね。ねね、でこの大牛の御子さんがね、祀られている神社がございます。それがこちら真田神社、これ愛知県豊田市にあります真田神社というところのご祭神が、大牛の御子さんだそうで、この後ろに真田山という、まあ、山があって、その中腹に、こういう石段を上がったところに大牛の御子の墓があるそうでございます。これちょっと細かい字ですけど、これネットから引いてきましたが、この上記の墓は真田山の山中真田神社の 西宮後方に所在する。この真田神社では大牛の御子は主祭神に祀られている。同社社伝によれば、大牛の御子は美濃に封じられて後、当地方の開拓に尽くしたが、景行天皇52年に真田山に登る中途で蛇毒のため42歳で亡くなったという。美濃から来たんですね、わざわざね。何をしに来たのかよくわかりませんが、この真田山に大牛さんはやってきて、登る途中で毒蛇に噛まれて死んでしまった。で、この山にお墓ができて、その麓の真田神社に祀られているということだそうでございます。そしてもう一度奉納者に戻ります。これちょっと引いた写真ですけれどね、相撲の土俵があるんですよ。聞いた話ですと、毎年ここで子ども相撲が催されていたそうです。今も、まあ、今コロナで中止なんですかね。コロナ前まではなんか毎年やっていたというふうに聞きますが、僕も見たことはございません。一度見てみたいなと思いますが、なぜここに相撲の土俵があるかは分かりません。なぜこの奉納者に相撲の土俵があって子ども相撲が行われているのか、その由来はいろいろ調べたり聞いたりしましたが分かりませんでした。もし、ご存知の方がいらっしゃいましたらね、ぜひ教えてほしい、ぜひ教えてほしいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあそんなわけで、今日のテーマお分かりいただけましたでしょうか。古代美濃国の中心地は糸抜きだった。もうね、糸抜きだった。ありがとうございます。ね、だからぜひね、本当この僕はこの奉納者だけじゃなくて、この本巣市、たくさんいろんなその歴史や文化まつわる場所がいっぱいあって、そんなお話もたくさんありましてね。いいとこやなと思うんですよ。なのでこれからもまたこういったお話をこういろいろと勉強していきたいなと思って
が、今工事してますね、高速道路がね、できますよね。そこのモレラのところにインターができて、まさにこの公用車の近くにインターができましてね、そのうちに今度は本巣市役所が糸抜きに来るんですかって聞きましたよ。だから早野のあたりですかに来るらしいですね。もうまさに中心地じゃないですか、糸抜きがね。ね、本巣の中心地になっていくのかなと。交通の要衝であり、モレラのねショッピングセンターがあり、役所が来て、ね、ますますこの糸抜きが中心になっていくななんて思いました。今インターの話をしましたけども、たまたまこの間ちょっと西の方へ出かけるときにですね、大野町のインターから乗ったんです。道の駅の前のちょうど今病院を作ってるところにね、インターがありました。そこから乗って大垣通りだったんですけど、まあ、赤坂を見ながらね、赤坂を右手に見ながらさーっと行くわけですよ。景色もいいですしね。で大垣へポーンと行きますと、そこから名神高速に乗ってスーッと西の方行けるわけですよ。でこれまだできてないですけども、じきにこの高富と黒野、そしてこの本巣がね、そして大野へつながると、これは便利になるなと思いましてね。交通の面でも本当この辺りはすごく便が良くなるし、これからますます発展をして美濃の中心地になってもらえると嬉しいななんてことを思っております。今日はね、僕はいつも喋りすぎるんですよ。喋りすぎて時間が足らなくなってね、何年か前に途中で打ち切られたことがあるんですけど、今日はね、そうならないように、もう極力少なく時間通り終わるようにしてきました。ちょっとほんのちょっとだけ時間が残ってしまいましたので、ちょっと一曲歌わせていただきたいと思います。これは郡上の大和町にですね、古今伝授の里フィールドミュージアムという施設がありまして、このすぐ向かいに篠脇山という山があり、ここのお城の山上に篠脇城というお城がございまして、この篠脇城の城主だった当の常頼さんという方、この方はね、古今伝授の祖と言われている方で、その方のお話を数年前に作らせていただきまして、方々でやらせていただいておりますが、その、オープニングの曲、古今和歌集の仮名序という序文を現代語訳にメロディーをつけて、テーマ曲にさせていただいております。紀野貫之さんが書かれた仮名序の序文、こんな感じでございます。大和歌は人の心を種として、よろずの事の葉とぞ慣れにける。世の中にある人、こと、技、刺激者なれば、心に思うことを見る者聞く者につけて言い出せるなり。花に鳴くうぐいす、水に澄む蛙の声を聞けば、生きとし生ける者、いずれか歌を呼ばざりいける。力をも入れずして、雨土を動かし、目に見える鬼神をも哀れと思わせ、男、女の中をも和らげ、たけき者の負の心をも慰めるは歌なり。
「心を」
体を先生